その一つの施設だったらやっぱりなかなかそこだけで回すっていうのは精一杯なんですけど、やっぱりいろんな周りからいろんな人が入って新たな違う風をこう巻き起こして、例えばいいものができてよかったね、それどう売ろうかっていうふうになって、そのそれがかつ それぞれ日本全国、例えば一つのものが20施設例えばあったら20チームできて、20チームが頑張るってなると点がやっぱり面になって、そうなるとスケールが出てくるんですよね。そうなるとそのあいや私たちもやってるとか、あとはそこに注目してくれる人とかっていうのが出てくるので、やっぱりもっともっと事業がやりやすくなったりとかっていうのがやっぱりあるんじゃないかなっていうふうに考えています。あの中尾さんがおっしゃってた、まあ、いろんなプレイヤーと連携することによって点が大きく、まあ、面になっていくというところも、まさに共感というところがこうベースになって、そこがつながり目をこう作ってきくれるのかなと思い、そこがやはり女性の強みであるというところも、うん、とても腹落ちのするところだったと思います。だから皆様との交流をぜひ楽しんでいただければと思います。本当にあの言っていただいたみたいに、やっぱりこうそれぞれ皆さんね、きっといろんな思いがあってここに来ていらっしゃると思うので、本当にあのもっともっとつなぐような場を作っていきたいなと今後も思ってますし、まずはですね、あの Facebook ページにあの N ちょっと検索していただくと、グループができていますので、まずそこに参加していただくと、こういうものにあのもう2回ぐらい過去もやってますので、そこら辺をフラッとこう来たことある人たちが入っています。でそこであのこれからですね、個別になんですけれども、なんか中央線、あ中央線みたいな感じで、今度中央線の年上飲み会しようと私は今思ってますので、興味のある方は私も中央線ですとか、中央線じゃなくても来たいですとか言っていただければ、あのつながっていきましょう。なんかそんな感じでお互いがあの自由に、お互いこうネットワーキングをしてですね、お互い豊かになっていけるようなあのものを作っていければなと思っている、プロジェクトです。あの社会は変えられないけど自分は変えられるみたいなことを私はよくセミナーで言ってるんですが、自分が一歩進むと周りは変わらざるを得ませんので、あのそれぞれちっちゃく一歩はできればなと思います。